いよいよ本格的な寒さの到来です。今日の県内は強い冬型の気圧配置の影響で朝から各地で厳しい冷え込みになりました。今朝の静岡は強い冬型の気圧配置の影響で朝から冷え込み、県内のほとんどの観測地点で今シーズン一番の寒さになりました。各地の最低気温は御殿場氷点下 3.8 度、静岡市伊川氷点下 3.4 度、浜松市佐久間氷点下2度、三島氷点下 0.7 度などでした。沼津市の江ノ浦地区でも厳しい冷え込みになり、散歩する人たちはしっかり厚着をしていました。なあ、この寒さだけはずっと慣れないですねJR 沼津駅前でも厚手のコートや手袋姿の人たちが足早に通勤通学していました。寒すぎてすぐ起きちゃいました特に今日は1枚マフラーをつけてきました。先週は例年より暖かい日が続きましたが、今後は平年並みの低い気温が続き、いよいよ本格的な冬の寒さになります。